はい、ということで今日も元気よしなりの勉強やっていきましょう。今日は官営模範工場と富岡製糸場の違いって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。近代化するために国によって作られたものが官営模範工場です。その官営模範工場のうち生糸を作ったのが富岡製糸場になります。それでは具体的に説明していきたいと思います。はい、官営模範工場ですね、明治時代の言葉なんですけど、明治時代っていうのはとにかく、スタートした時にこの明治時代の新しい政府のスローガンっていうのは欧米のような強い近代国家にしなくてはいけないっていう強い意志があったんですね。それは何でかっていうと、江戸の終わりに幕府が、勝手に不平等条約を結んじゃったんですよ、アメリカと。この時アメリカを含むヨーロッパと日本っていうのは対等じゃなかった。だから対等にしなきゃいけない、そのためには近代国家にしなければいけないんですよ。今までのように侍が刀を振り回して戦っているような時代じゃダメです。ヨーロッパみたいな国にしなければいけないよっていうふうにヨーロッパに言われたので、だったら分かりましたよと、もう全力で私たちはヨーロッパみたいになりますっていうことで、富国強兵っていうスローガンを打ち出します。国を豊かにさせて兵を強くするっていうスローガンになります。で、そのために手段として2つ、三大改革ですね、学制、徴兵令、基礎改正っていうのを行いました。そしてさらには殖産興業っていうのを行う、この2つを行うことによって富国強兵、強い国にしていこう、そしてヨーロッパみたいな強い国になって不平等条約を改正させて対等になろうっていうことを目指していきました。で、この殖産興業っていうのは、別の動画でもやっているんですけど、新しい事業、新しいものづくりをするよっていうことです。で、その新しいこの殖産興業、新しい事業をやりますよっていうことに対して、でも急になんかヨーロッパ風のものづくりとかやってもわからないですよね。一般人がじゃあ俺がなんか鉄作るよとかって言っても、その鉄を作る技術とかわからないわけですね。俺たちじゃあ生糸明日から作りますって言っても、じゃあどうやって生糸作るのみたいな感じでわからないわけなので、じゃあものづくりのお手本となる工場を全国に作りますよっていうのが官営模範工場になります。官営っていうのは国が経営している模範となる工場になります。で、有名なのは、群馬県にある富岡製糸場ですね。これは世界遺産になってます。さらに、鉄を作るための八幡製鉄所、九州にある八幡製鉄所っていうのも有名になります。この2つが官営模範工場のうち有名な工場になります。なので、その官営模範工場っていう枠の中にいっぱい工場があるっていうのが富岡製糸場、八幡製鉄所とかってなります。で、この生糸作りとか鉄作り以外にも、鉄、糸、石炭、造船所、船を作る場所とかビールとかのものづくりでも官営模範工場っていうのが作られました。なのでいっぱいあったんですね。全国にたくさん官営模範工場はありました。この官営模範工場っていうのはこの後近代国家である日本っていうのを形成していく上でかなり大きな影響を与えました。そこで例えばその富岡製糸場でこの製糸、糸を作る仕事をですね、それを学んだ人たちが地元に帰って、糸作りの工場を作るとか、八幡製鉄所で学んだ、その勉強して働きながら勉強した鉄作りを専門とする人が岐阜県に帰って、じゃあ岐阜でも鉄作りをしましょうっていう風に民間企業でできていったよっていうことで、そういった官営模範工場で学んだ人たちが全国に散らばっていくことで、全国でたくさん鉄とか糸作りが行われて日本が発展していって近代国家になっていくという風になっていきました。はい、ということで今日は官営模範工場と富岡製糸場の違いって何ってことについてやっていきました。官営模範工場っていうのは富国強兵っていうスローガンですね、近代国家になるために富国強兵っていうスローガンを出した政府が、具体的にその富国強兵していくためには殖産興業が必要ですね、新しい産業をすることが大事ですよ。でも一般人がなかなかその新しい産業って言われてもできないから、政府がお手本となる工場を作ります。それが官営模範工場で、官営模範工場っていうのは全国にたくさんあるんですけど、そのうちの一つ群馬県に作られた官営模範工場が富岡製糸場になります。